電動発電機という言葉は、下記に示す二つの異なる機械を指す意味で使われる。電動機と発電機とを直結したもの電動機と発電機とが可逆なものこの項目ではそれぞれについて述べる。なお、電動発電機は発電電動機とも言う。電車床下の電動発電機の例名古屋市営地下鉄3000系電車の副管制流子式。 電動発電機電動機と発電機と同軸で直結した電動発電機は電力の変換を目的とする電力機器である。交流の周波数変換もしくは直流から交流の変換、あるいは直流の昇圧、高圧などトランスでは変換できない電力変換で、かつ半導体素子ではその当時の技術的な限界から変換が難しかった。 時期によく使われた機器であるが、現在でも稼働している機器は多数存在する。主に変電所、工場、鉄道の電気車などで使われている機器である。なお、直流で電化された初期の電気鉄道の変電所などのように、大電流で交流から直流への変換を行う場合には、電動発電機より効率の高い回転変流機が用いられた。 変換元の電力を電動機に入力し、その回転運動を同軸上の発電機に伝達、発電し、電気エネルギーに戻す。交流電力の周波数変換では、交流電動機と交流発電機とで構成する。また、直流から交流を得るときは、直流電動機と交流発電機とで、直流の電圧変換では、直流電動機と直流発電機とで構成する。変圧器が、 電圧の変換しかできないのに対し、電動発電機では、気候上、電力で発電機を作動させて発電する形となるため、電動機と発電機の組み合わせ方によって、電圧変換、周波数変換、直流から交流変換など様々な電力変換に対応できる点が特徴であり、構造も単純であるため古くから用いられてきた。しかし電動発電機を利用した、 電力変換は効率が悪いため、半導体素子の進歩により、シリコン整流器、静止型周波数変換装置、インバータなど、用途に合わせた新しい電力変換方式が普及し、電動発電機はそれらに置き換えられている。1980年代以前に製造された古い電気機関車や電車では、主制御機を駆動する電源として用いられ、旅客車では冷房装置や、 室内等などのサービス電源装置としても広く使用されており、現役の装置も少なくない。東海道新幹線では、全線 60Hz 供給のため、東京電力から供給される 50Hz を 60Hz として供給するための周波数変換変電所があり、そこでは数台の電動発電機が稼働している。国鉄205系電車のブラシレス MG 動車では、 MG は枕木方向に釣られている。従来の電動発電機は直流電動機を使用した方式であり、必然的にブラシ、整流紙など摩耗部分があり、メンテナンスには手間を要するものであった。それに対し、1980年代からブラシを廃した電動発電機が開発された。特にこれをブラシレス MG、略して BLMG と呼び、 区別するようになった。BLMG は直流線5 0 0 v を電源にサイリスタインバータを用いて三小交流に変換し、三小交流により三相同期電動機を回転させて三小同期発電機で発電する方式である。同期電動機にはブラシがないため、直流電動機よりもメンテナンスが軽減されるものである。しかし、依然として回転摩耗部分は残るため、 根本的なメンテナンスフリーには至らず、1990年代に入ると静止系変換装置に変わられている。以下は電動発電機の代替となる機器。電動発電機とは電動機と発電機とが可逆であり兼用されるものを指す場合もある。以下にその一例を示す。ありがとうございます。